こんにちは、サゴニューマテリアルギターズのコーチです。ということで今日紹介するこちらサゴフローダーモデルのハイ C の語源になりますね。何かの形をモチーフにしてるんですけど気づきますかね。角がアルディラ。正解正解。おー、そうなんです。アルディラを元に設計しております。で、まあ、今までうちのねアルディラはいろいろあるじゃないですか。で、まあ、アルディラの形を好きだって言っていただいて、ただまあまんまっていうよりかはちょっとオリジナル感出したいなというのでオリジナル設計で作りました。ボディ形状のじゃあまずこだわりからいきましょうか。2個ねポイントがあって、1個はここなんですよ。ここ結構深いなと思いません？これが割と深く作ってて、このモデルね24フレットまであるんですけど、こうハイフレット行った時にジャズベースタイプとかやとさ、ここら辺からカッターが始まってこう手当たるやんか。でもこうそうすると弾きにくいんで、最終フレット行った時にちゃんと手がこう奥まで入るようにっていうところをまずご要望としていただきました。で、もう一個裏のねコンター、このコンターの位置、オーナー様がこう、そうです、こう弾くんですって。なのでこう持った時にこの体に当たるところがちゃんとフィットするようにっていう風なコンターをつけてます。これ杉さんがねボディ形状を持つ時ずっとこうやって持ってました。どうです、フィット感いい感じですよ。最高です。最高ですってもう形そのまま続きで、ヘッド形状はね今回ねデフィの形になってるんですよ。理由がアルディラのその見ていただいた写真のやつってね、このねエンドのところが波ってなってるんですよね。ただまあ今回その波はこっちにいらないけど、この形可愛いんで、まあヘッドにそんな感じの形持ってきたらいいんじゃねえかとってなると、まあうちのデフィの形がねちょうどハマったんでデフィにさせてもらってます。で、木材ですよ。こちら杉の木となっております。イメージとちゃうくない？これね杉の金蘭木っていう、杉界隈でも結構希少で有名で高価なね材なんですけど、その金蘭木っていう独材がたまたま工房の奥底に眠ってたのを、このオーナー様来ていただいた時に発掘されたって感じですね。おー、やばくない？あ、光ってるもんな。そうな、光ってるよな。これはボディ材は欅です。欅もいいよね。うん。で、ネック材にフレームサーモメイプロ。この語源ね、普通の語源じゃなくて、ブリッジがフレットレスサドルになってます。何かっていうと、普通、ブリッジのサドルって、まあ、丸いのやったりこう四角いのやったりで、こう点で弦が乗っててね、なってるんですけど、フレットレスサドルって、ちょっとこう長いサドルで、弦が面に乗ってるみたいな感じになるんですよ。当たってるところが長いというか。で、弾いた時にフレットレスみたいな音が鳴る、でもフレッテッドのブリッジみたいなやつなんですよ。ドミニック・ディピアッツァっていうねベーシストがいて、フレットレスサドルが出てて、まあ、せっかくならこのフレットレスサドルを試してみたい。ただまあドミニック・ディピアッツァモデル使うとなると、まあ、輸入しなきゃいけないし、せっかくならサゴをオリジナルで作れませんかとなったわけですよ。作れますよって言うじゃないですか。作ったことないけどね。なんでちょっと挑戦させてくださいということで挑戦させていただいた結果、こんなかっこいいブリッジが出来上がりました。何のウッドでできてるんですか？これはねマッカーサイボニーって言ってた。はい。でこのねユウスケさんオリジナルのフレットレスサドルのすごいところなんですけど、その今世の中にあるフレットレスサドルってオクターブ調整ができないものが多いっていうか、なのでチューニングをその合わせるのが難しいというか、オクターブチューニングっていうのはその開放弦で鳴らした時と弦押さえた時の、まあ、チューニングが合うようにする調整なんですけど、今回ね杉さんオリジナルということでそういった問題は解消してくれてます。なのでオクターブチューニングもできるし弦高の調整もできるし、ちなみにこれもちょっといろいろ調整難しいらしいんですけど、フレットレス具合というかどれくらいの調整するかでどれくらいフレットレス感が出るかっていうのも調整できるというね、万能ブリッジなんですよ今回ね。そう、これはだいぶフレットレス感は削ってる。普通に弾いてる時はそんなにフレットレスしてない、もっと言うともうなんか音のその調整でちょっとこうマイルドになってるのかなぐらいやけど、ビブラートとか揺らしたりとかした時にフレットレスっぽいってなるぐらいの調整にしております。プラス弦間のピッチね、今回は17だから普通よりちょっと狭いですね。割と19とか18が多いんですかね、なんですけど17ミリピッチでちょっと狭めになってます。でナット幅がうちの標準の語源よりもちょっと狭くなってますね。グリップシェイプはうちの標準なんですけどちょっと細めのネックになっております。このブリッジ自体はウッド、そのマッカーサイボニーでできてるんですけど、弦がはまってるところは強度のためにアルミが入ってるんですよ。その杉さんが、ね、削ったらしいんですよ。がね中に入ってるんですよ。ユウスケさんすごいんですよ。全パーツオリジナルやからな、このもちろん弦乗ってるところも。で
ピックアップはこれね、ピックアップカバーを作ってるんですけど、中身実はリバースピーリバースピーです。リバピリバピなんですよ。リバピリバピってどういう状態かというと、プレベってこうピックアップこう2個並んでるじゃないですか。あれが普通のプレベの向きと、あの上下が逆っていうような状態。ハイ C 弦なりをちょっとまあピックアップで拾うマイクの位置をちょっと上げたかった。普通あれなんですよね、低音弦側が上で高音弦側が下のピックアップですよね。5弦もね、割とロービンのことが多いんですよ。普通のベースの4弦 EADG にプラス低音に1弦足すが多いんですけど、今回高音に1弦足してるん でその高音に足してるやつをどちらかというとネックに寄せた位置でピックアップ音取りたかったんでリバースピーにしてるっていう。指板がね、これジリコテ指板なんですけど、ジリコテ指板に合わせてジリコテのトップを貼ってます。なんか言い忘れてます。あ、ネックのあれぐらい。あ、せい、はい。で、もう今回のね、オーナー様はね、これからもね、たくさん買っていただいてるんですけども、このオーナー様セットっていうのがありましてね、まあ、勝手にうちがセット化して呼んでるんですけど、このオーナー様の好みとしてフレットがステンレスフレット、うちの標準よりかは太めの、ジェスカのステンレスフレットで、と指板はコーニカルラディアス、円錐指板ですね、ちょっとずつあのなだらかになって、ナットがブラスナット、もうこの3点セットがね、オーダーシートにもオーナー様セットって書いてるんですよ。さっきボディ材これですって裏見せたんやけど、一個ちょっと気になるとこないですか。いつもならあるものがないんですけど。いつもならあるもの、ちょっと寄ってみるわ。あー、はい、そうなんです。ここのね、パネルのね、ネジがないんですよ。マグネットで付いております、ね、ネジ回すのめんどいじゃないですか、うん、まあそんなに開ける機会ないんですけど、電池も電池ボックスなんで、ちょっとね、あの端に隙間があるんで、そこに細い、それこそちっちゃいマイナスドライバーとかね、挟んでもらってパンってするとポロッと取れるようになってます。で、うん、この磁石もちょっと調整してもらって、もともとちょっと緩くてポロッと取れちゃう感じだったんで、ちゃんと付いてるけどちょっとした引っ掛けで取れるっていうような形になっております。コントロールレイアウトもね、位置、配置どの位置にするかもこだわって、3点のピックアップセレクター、ボリューム、トーン、ハイミッド、ローミッドになっております。これはあれですね、うちのオリジナルじゃなくてバードケージさんのね、2バンドが入っております。というオリジナリティあふれる一本となっております。ちょっとさ、音出してみていい？ビヨーン感、リアにしたら多分だいぶ出るんじゃない？これな、全然関係ないんだけど、なんかめっちゃ弾きやすい。なんかめっちゃ弾きやすいですよね、これ。弾きやすい。うちが今、うちがその弾かれへんからあれやねんけど、今聴いてても、でもそんなになんかフレットレスって感じせえへんじゃん。うん、いいよ揺らさないと、はい、ということでね、完成して3日後かな、ハムに変わったんですよ。そう、前のピックアップは前のピックアップですごい気に入っていただいてたんですよ。気に入れば気に入るほど、もうちょっとリアをセンターに寄せたい欲っていうのが強くなったらしくて、なのでね、これめっちゃでっかいザグリ開いてます、でーんって。で、真ん中がピックアップで、この2つはランプみたいな状態ですね、まあ、ちょっと隙間を埋めてるような感じで。うちここ好きやねん、わかる。この上下がさ、ピックアップにあってさ、ピッピッってなってる、うん、これ可愛いよな、うん、プラスこの前の状態の音って、この説明したようにフレットレス感をすごくね抑えてるんですよ。けどちょっとやっぱもうちょっとフレットレス感出そうっていうので、その調整もされております。はい、あ、一個言うの忘れてた。昔木材庫で社長と一緒にこれからオーダーされる木材紹介したじゃないですか、うん、あれに紹介されてる金蘭木と欅とサーモネックなんですよ。めっちゃかっこ、トイプードルみたいなね。あるんで、これバイバイ。今日紹介するのはこちら、サゴコンセプトモデル LP カスタムになります。まずこのモデルをオーダーいただいたオーナー様が、まあ、普段使っているのがあのレスポールタイプのモデルなんですよね。レスポールジュニアを使ってるのかなっていうので、まあ、近しいような仕様で作ってほしいっていうふうにオーダーいただいて、マテリアルの紹介なんですけど、ボディ材とネック材はジェニーマホガニーというホンジュラスマホガニーと同じ種類かなで、違う場所で育っている指板材に手違いしたものを使用しております、うん、
手違いしたんはローズ系ですね。ローズ系の中だと結構硬い、割と硬いタイプの木材です。なのでちょっと立ち上がりがローズに比べるといいかな。割と見た目としても綺麗ですし、ちょっと赤っぽい材です。トラスロットカバーも手違いしたんを使ってます。ボルトオンじゃなくてセットネック仕様で、ピックアップは弊社の LX ピックアップの P90 タイプ、チューンオーマチックタイプに、スケールはミディアムスケール 628mm、 あとペグはMGT ですね、マグナムロックトラットタイプ採用してます。これ現行感楽よな、うん、みんな MGT にした方がいいと思いますよまあまあ仕様はいわゆるレスポールジュニアタイプに近いのかなっていう仕様になってるんですけど、今回タイトルにもある通り伝統工芸技術を使ったギターにはなってるんですけど、こちらボディのトップが造岩、木造岩という技術が使われております。ちょっと寄ってみようか。綺麗よな。これが、まあ、日本の古くからされてきてる伝統工芸技術、こういうアートなんですけど、木造岩って何かっていうと、今見てもらった時に映像だと印刷かなとかそういう絵を描いてるんじゃないかなと思うと思うんですけど、一個ずつ木材の色を生かして全部柄を描いてるんですよ。すごくない？うん、全部木の全く着色してないやつやねんで、これで、こういうちょっとこう羽のこういうところはあのちょっと焦がすっていうか、ライターとかで焼いてつけてるらしいです。これはあのうちでやったんじゃなくて、この造岩の名工の先生がいて、内山春夫先生っていう方なんですけど、その子はもう日本の名工になられて、造岩って調べたらすぐ名前出てくるぐらいすごい先生なんですよ。でその方とどれくらい前や、もう10年ぐらい前に高山が知らせていただいて、一番最初のモデルでいうと、和楽器バンドの町屋さん大村慎さんのモデル、キリンですね。あのキリンの柄を一番最初にやっていただいたんですよ。その後でいうと、最近あのノーベルブライトの大木宗次郎さんの風神雷神のモデルで、これもねそのオリジナルで先生に作っていただいたんですけど、その造岩って本来パーツを一個ずつ作ってパズルみたいにはめ込んでってピタッて完成したものをめっちゃ薄く、なんかもう紙ぐらい 0. 何歩ぐらいで薄くスライスして何枚も作って1枚の絵にして作品として販売するっていうのが造岩なんですけど、一部造岩って言って、これね厚みがあるんですよ。スライスするんじゃなくてこれ1個で完成っていう、言うたら結構ね高級な、芸術としては結構高級な1枚の作品になるんですけど、1に何分の分って書いて、一部っていうのが 3.3mm、 完成した厚みが 3.3mm になるから一部造画っていうらしくて、このオーナー様自体がその内山先生と割とこう昔からのお知り合いの方っていうので、内山先生経由で今回ご紹介いただいて、でその先生が、まあ、その方が音楽活動されるのに持ってもらう楽器に自分の造岩をこうプレゼントしたいっていう風なお話で、今回楽器の方をうちで作らさせていただいたっていう形なので、その方のまあ活動名だったりとか、その方のことをイメージして作られたものらしいです。先生することおしゃれなんですよ。だ大森さんのモデルの時もキリンってモデルなんで、キリンが描かれてて、キリンの口から、名前があの桜に村で大村なので、口から桜の花びらが回ってるんですよ。ぜひねこのモデルとかその風神雷神とかキリン見て、もし気になったよって方はぜひその内山先生のページを見ていただきたくてですね、もっと複雑な造形もあのされる方で、本当にねその技術的にはすごいんやけど、なかなかこういう芸術って今日本じゃ売れないじゃないですか。なのでそのこの作品がじゃあ仕事になるかっていうと、やっぱ結構難しいらしくて、なんかこういう技術がね残っていかないっていうのはすごく悲しいことなので、ぜひね風神雷神の方も販売しておりますので、てか風神雷神に限らずその内山先生の作品いろんなところで、まあ、展示されてたり販売されてたりすると思うので、ぜひ気になった方はちょっとね、もちろんすごい技術なので安くはないんですけど、価値のあるものだと思うので、バードカービングって言って木で鳥を彫るのもあるね。それでも結局やっぱそのセンスもすごいし技術もすごいからすごい位置まで行って、その今バードカービング協会のなんか理事長か会長かなんかされてるね。泣き出しそうなぐらいの鳥作ってるね。イカ見に行ってうち、はいはい、ほぼ飛んでた進化した。もともとはこの1は本物でした。いやほぼ飛んでた。マジで触ったら柔らかそうやと思う。木やから硬いねんで。マジすごいねんで。こんな風なね造岩のモデル作ってみたいなって方、制作も可能ですので、ぜひぜひオーダーいただけたらなと思います。バイバーイ。暑い。そんな暑い日に
完成した真っ青なモデルを紹介していきたいと思います。サゴクラシックスタイル J4 カスタムになっております。なんかちょっと見たことある感ない？あれあれ、あの人じゃね？実はこのオーナー様3年ぐらい前です。サゴのくぼっちのオーダー紹介動画としては1本目のモデルを制作いただきましたオーナー様の2本目のオーダーでございます。ありがとうございます。前作こちらの動画で見れますので、ぜひリデルのねめちゃくちゃかっこいいモデルなんですけども、その前作と引き続き同じく真っ青、もう指板まで全部真っ青のモデル完成いたしました。いいね、涼しげで。ということでね、ちょっとこのモデルについて紹介していきたいと思うんですけども、こう見えて実はオール和材です。なんとオール和材です。あ、和材なんやってならへん？うち和材なんやってなったで。ボディのトップはトチ、フレームのトチでございます。いいね、綺麗よ、細かい、これいい土地よね、めちゃくちゃギラギラ土地で、指板はね、これ板谷楓です。フレームの板谷楓、いわゆるジャパニーズメイプルですね、フレームの板谷楓使っております。で、真ん中に活動されてるねバンドさんのお名前が入っております。前回はこれね LED で光ったんですよ、そのフレームの土地を消さないクリアのピックガードを搭載しております。で、今回オーナー様からのご要望で S マークとこのね指板にもあるバンドさんのロゴとこの文字が入っております。これは、アクリルのクリアのピックガードの裏からレーザーで刻印してるんですよ。この感じよくない？レーザーのね、今まであのフラワーとかペイズリーやってたのでやり方は一緒なんやけど、なんかワンポイントになるだけで急にちょっと印象も変わってね、これ結構おすすめやと。で、ボディ材、ボディ材がね、これバッグね実はシースルーなんですけど、ちょっと映像じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、深い紺色のシースルーで、ボディ材は欅となっております。なんで割と重さあります。 4.7 キロぐらいあります。で、ネック材も指板材と合わせて板谷楓になっております。コントロールはこの5つ穴が開いてるタイプピッタシ使って、ボリュームでピックアップのバランサーですね。で、トーンがついてます。とここがアクティブパッシブのスイッチになってて、アクティブにするとトレブルベースが使える、ここ2段ポットになってます。これね、うちのオリジナルのノブで、オリジナルのノブっていうかこのジャズベースタイプのノブを2個つなげて JB スタイルスタックノブっていうのね発売しております。ジャズベースタイプの外観を変えずにアクティブ仕様にしてノブを増やして2段ポットにしたい方めちゃくちゃおすすめなので、サンドハウスさんとかで持ってます。このスイッチはね、キルスイッチです。ピックアップはこちらお客様からのご指定のレースピックアップですが載っております。ピックアップもね、うちの製品だけじゃなくてお持ち込みも可能ですし、他社さんの分ももちろん取り付け可能ですので、ぜひぜひご相談ください。で、もちろんですがカスタムカラーになっております。前回同様グラデーションの綺麗な青色で、そのグラデーションが指板ヘッドまで続くようなものにしております。なので、ね、ヘッドトップはね指板とマッチングしてフレーム板谷楓を貼ってます。やっぱうちアンケート取ったりとか、サゴの今までの制作例見てて思ったけど、フレームキルトにはやっぱ青がいいみたいですね。人気です、ね、人気でした、めちゃくちゃ人気でした。綺麗ですからね、海みたいやし空みたいやしね。で、これ気づきました？弦青色なんですよ。うちあんま見たことなくて、青色の弦こんな弦あんねんな。なんかピンクの弦とかなんか貼ってるお客さんおって見たことあるけど、これは海外からお取り寄せいただきまして、オーナー様がご購入いただいた分になります、ということで今回紹介したこちらのクラシックスタイル J5 カスタムお値段がこちらになりました。バイバーイ。ということで今日紹介するのはこちら、サゴクラシックスタイル J4 カスタムになっております。もうね、でもすぐにこれに触れずに一旦仕様紹介します。まず基本的なスペックはクラシックスタイル J4 になっております。ボディはアルダー、指板がエボニ指板で、ネックがフレームサーモメープルになっております。マテリアルはちょっと一旦置いといて、弊社の LX のピックアップ搭載してて、ブリッジが通常スパイラルブリッジなんですけど、5等製のブリッジになっております。ここは変わってますね。オールブラックパーツ、ここら辺がねパーツがブラックパーツになってて、フィンガーランプが2個ついてます。キルトでねトップ材と合ってて、このねランプは今回オーダーいただいたオーナー様が今持ってるベースになんか自作でねつけられてたんですよ。ゴム板かなんか買って切って、それ自分でつけられてたらしくて、それの形に合わせて制作させていただきました。今回のオーナー様はベースを今までされてなかった人らしくて、ベースを始めようっていう時にやっぱりいいもの持たないと
ちゃんとやらないだろうということで、最初にデジマート見ながら一番高いベースを買ったらしいんですよ。デジマートに上がってるパンチあるでしょ。それは国産のメーカーさんのやつやって、まあ、他にもちょっとハイエンド系の、まあ、ちょっと人気のやつ買って、じゃあこっから何やろうっていう、自分がまだやってないことって何やろうっていうところでオーダーメイドっていうところに行き着いてくださって、今回オーダーしていただいたんですよ。ありがとうございます。実際にね、工房にお越しいただきまして、材を見ていただきましたって時に、この材ですよ、この子巡り合ったわけです。こんな材ね、もうおらへんでガチで。でこれももう入荷した日とかそんなレベル、もうたまたまキルトがいっぱい入荷した時にたまたま来られて、たまたま見てやべえのおるってなって、これをね選んでもらったんですよ。これねちょっとね動画も打ち取ったんで、それ差し込めるかな、あるんですけど、ギランギランよ、負けてる分です。ああいいいい、めっちゃいい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 。まあだからもうこのオーナー様がもはや強運ですよね、強運的なタイミングでこの材がある時にお越しいただきまして、せっかくねキルトトップなんで、その見た目を隠しちゃうともったいないやん。ピックガードはなしの仕様になってます、なんでダイレクトマウントで、ツーボリュームマウントの普通の配列 で後ろもね3バースになってて、アルダーボディ、これも多分同じ材からね取ってるはずなんで、マッチングされてます。ヘッドトップもマッチングでキルトをちゃんと貼ってます。フレームメイプルネックの時はね、マッチングするかどうかもちょっと悩みの一個ポイントで、通常トップ材貼ってこうやってカラーしてて、腕打ちマッチングヘッドがもう標準仕様なので、基本的にはトップ材貼ってマッチングするんですけど、フレームネックの時だけはトップ材貼る前からもうすでにフレームが出てるんですよね。なんでトップ材貼らないパターンも多いんですけど、今回はねこんだけギラギラやったらね貼った方が良きなんじゃないかな。めちゃくちゃ渋くね、全体的にさ木材もさ、濃いやん、エボニーでサームで濃いし、で、色も割と暗めの、まあ、タバコサンバーストみたいな感じの色合いだし、でポジションマークもないしね、指板面のこれも割となんか多分全体の印象を引き締めてる一個の要因な気がする、ということでこちらのモデルお値段がこんな感じになりました。YouTube に上がってるやつの平均を出したら高いんやけど、でも割と実際オーダーは40弱のオーダーも結構多いですよ。クラシックスタイル J4 の色変えるだけとか、オーブはスタンダードで38ぐらいやったんですけど、パッシブ仕様にすればもっともちろん安いし、ただそれはやっぱうちのモデル、うちのコンセプトモデル、クラシックスタイルのモデルからあんまり変えない、色変えるぐらいのカスタムにはなるんですけど、バイバーイ。ということで皆さん、このモデルなんだか既視感感じません？あのモデルの第2弾でございます。前回に引き続きフルオーダーフレットレス廃止5弦というね、ちょっと特殊なモデルになっておりますので、順に紹介していきたいと思います。次の金蘭木トップと同じ形のモデルとなっております。もともとフレットレスサドルとこのフレットレス、違う形でオーダーいただいてたんですけど、フレットレスサドルの図面ができたタイミングでめちゃくちゃこの形気に入っていただいて、フレットレスの方もこの形にさせていただきました。ありがとうございます。もう可愛いもんねこの形、今回はフレットのない本当にフレットレス仕様となっております。でね、ボディ材も前回と同じく欅ボディになっております。これは中、ホローというか軽くするためにくり抜いてるので、トップバック両方とも欅で貼ってるような仕様ですね。後ろほらかっこよくね、ででーん、あ、消えてる。ゆうすけさんのナイスポイントが消えてしまってる。これね、うわーそうなんや、トップバック貼ってるんで木目もちろん違うんですよね。なんですけどゆうすけさんのね粋な計らいで木目合わせてあるんですよ。まあ、もちろん全部バッチシは合わないんですけど、うち最初見た時に普通にワンピースボディやと思うぐらい木目が合ってたんですよ。がサンバーストで消えてるよ。ネックはこれも前回と一緒、サーモフレームメープルになっております。もうね、入ってくるフレームサーモメープルをね全部持ってくるのこのオーナーさん。なんでいいフレームメープルいっぱい使ってます。で、指板材がエボニーです。これも真っ黒エボニー、珍しい、すごい黒いエボニーになってます。フレットレスラインはメイプルで入ってます。これ前回話したかな、前回も一緒なんですけど、このドットポジションをちょっとちっちゃくして端に寄せるっていうおしゃれをしてます。これ可愛くない？可愛いです。めっちゃ気に入ってんねんけど。で、フレットレスということで今回ピエゾが入っております。ピックアップってマグネットとピエゾがあって、ここに磁石があって弦の揺れを磁界でこう取ってやるマグネットピックアップ、まあ、いわゆるあの普通に乗ってるピックアップはマグネットのピックアップなんですけど、ピエゾっていうのが振動を
感知するマイクみたいなのが入ってて、それがこのサドルの中に内蔵されております。でその振動で、音を取るっていう、なのでコントロールがね、マグネットのこのピックアップですね、こっちのピックアップのボリュームで、このピエゾのボリューム、このピックアップのバランサーで、ピエゾここのトーンになってます。ピエゾのボリュームをねこうやってね上げると、ピエゾのなんか音がちょっと変わるらしいです。EQ が変わるんですね。フレットレスはやっぱピエゾ内蔵いいよね。でこのミニスイッチ、これはこのピックアップね、両方とも形違うんですけど、両方ともハムなんですよ。このハムの、シリーズパラレルを切り替えることができるスイッチになってます。いや、それギアとフロントは種類は別ですか？種類別ですよね。違うハムが、フロントがセラミックのバータイプのバハム で、こっちはちょっとでか、ちょっとでかポールピースでした、ね、ちょっとでかポールピースと SS のなんか自由にやってるいつものポールピースあるやん、はい、で、うちのデカポールピースあるやん、はい、の間ぐらいのちょっとデカポールピースっていうのがあって、あ、そんな名前ちゃうんですけどこっちはちょっとデカポールピースと、あのうちの SS こう斜めに並んだやつねが入ってるハム。へハムやのに女の子が入ってないっていう、うん、今年気になる、気になるよな、うん、うちも気になる。してもらいます、はい、そうしてもらいます。この形も実はアルディラからお尻を左右対称にしてほしい、ハイフレットまで引きやすくしてほしいっていう要望で、あとはこっちで自由にボディシェイプを変えていいですよっていうぐらい、こう割とこうサゴにいろいろ委ねてくれてるんですよね、はい、っていう理由も、まあ、一番最初に作ってもらった6弦もすごく気に入っていただいてて、なんでピックアップもハムがいいだけもらったんですよ。もっと言うと、もうハムじゃなくてもいいとも言われたんですけど何でもいいじゃんフレットレスに合うなんか面白いピックアップやってほしいっていうのでやったんで、杉さん多分めっちゃ遊んだんです。なんでこれちょっと音うちも楽しみです。そうですね。で今回はフィンガーランプがついてまして、ボディのバーストとマッチングしております。弦はこれ黒いブラックナイロン弦ですね。まあハイCのフレットレスっていうのがこのオーナーさん的にも結構挑戦じゃないけど、ハイCのフレットレスとオーナーさん的にちょっとなんかそんなにいい音ならない系らしいんですよ。なんですけど試してみたいなっていうのが今回配信で、フレットレスサドル、フレットレスと合わせてね、同じモデルを制作いただきありがとうございます。ということでこちらお値段こんな感じになりました。この金額ね高いですよ、高いんですけど、このこんだけオリジナルでこの値段ってなったと思うんですよ。今回のこのオーナー様はボディの形状が金乱木のやつと全く同じなので、設計費がね安くなってるんですよ、フルオーダーに比べると。なのでね、わかります？オリジナルシェイプ作って、そのシェイプでいっぱい作ったらその分ね1個ずつが安くなるんですよ。ぜひなんか同じ形のモデル2本3本欲しいなってなったら、あの設計費はどんどん下がっていくので、2本目から急にお得になった感じするとご検討ください。はい、今回オーダーいただいたのはベースハウス池部池袋店様からのオーダー品となっております。こちらとこちらとこちら、この3本オーダーいただきました。まず、今回どれも5弦のベースとなっております。まあ、今の需要的にベースハウスさんの中での売り行きだったりとか反映いただいて、全て5弦のアクティブ仕様のベースでオーダーいただいております。まずこの青いモデルから紹介させてもらいます。サゴコンセプトモデルオーブ5カスタムとなっております。基本的な仕様はオーブからそんなに変わってないんですけど、コントロールはボリュームバランサー、トリブルベース、アクティブパッシブのプッシュプルスイッチ、ピックアップは、ソープバータイプのね、LX の SS。 今回、一番のやっぱポイントはこのトップ材なんですけども、めちゃくちゃいいでしょ。こちらね、あのベースハウスの担当の、及川さんという方が工房に来てくださりまして、その時に材すべて選んでいただきました。でその時にあった一番いい鬼キルトをね選んでいただいたんですよ。めちゃくちゃ深いねこのキルト、あのチューブっぽいキルトというか、このトップ材が、まあ、しっかりと映える色って何やろなってなったら、やっぱり青色がね、まあ、人気も高いですし、綺麗にこの木を生かしてくれるので青色のシースルーとなっております。指板材がリッチライトで、ブロックインレイ、ちょっとやってみようかな。このブロックインレイがココボロになってます。これね、青とのコントラスト考えてちょっと赤い色を入れてます。でそれと合わせてピックアップカバーもマッチングでココボロです。で、ネックはフレームのメイプルが、これはねバリトラってよりかはちょっと控えめな、なんで価格もねバリトラ入れるよりかはちょっと安くはなってるんですけど、程よいフレームが入ってます。でボディ材は栗の木です。これもシースルーでね透けてるの分かるかな、分かる？
まあ、材の、まあ、トップ材はね選んでいただいたんですけど、ボディ材はうちの高山と及川さんが相談してる時にベースでなんかこういいボディ材ないですかって話になって、まだねそのベースハウスさんからのオーダー品としては和材って今までなかったんですよ。なんでまあ和材ちょっと取り入れたいなっていうので、その中やったら栗がおすすめですよというので選ばせていただきました。栗はアッシュに近い傾向の木材になってて、ドンシャリっぽいんですけど、アッシュよりもそのカリカリしすぎてないというか、ちょっと角の取れたようなマイルドなサウンド傾向になっております。まあ、和材のモデルちょっと気になるなって方はぜひベースハウスさんの方で弾いてみていただけたらなと思います。続いてこちら、サゴクラシックスタイル J5 カスタムとなっております。いわゆるクラシカルなタイプの、まあ、ジャズベースタイプのモデルを元に語源なのでアクティブ仕様にして、今の音楽に使いやすいようにカスタムしていただいております。コントロールがボリューム、バランサー、トリブルベース、オーブという種ですね。ここがアクティブパッシブスイッチ、4つの穴のプレート全部埋まってるんで、ジャックはサイドジャックになっております。ピックアップもジャズベースタイプのやつじゃなくて、うちの SS のピックアップが載っております。この SS のタイプの特徴で言うと、ジャズベースタイプよりもちょっとこうミッドが太くなるというか、もっと締まって抜けがよく聞こえるようなピックアップになっております。マテリアル、ボディはアルダーボディ、ネックはバー材ですね。ほら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 、つぶつぶがおる、つぶつぶがおる。指板はフレームマニュルから指板ですね。ちょっとフレーム入ってるの分かるかな。マニルからは、材質的には結構硬い材質ですね。なんで輪郭がはっきりしてくれます。色もねいいよね、ローズよりもちょっと赤茶色っぽい感じで、うん、でボディはシースルーの、ホワイト赤べっこうですね。これはねクリアピックガードの裏から印刷をして、作ってます。なんであのセルベッコーってあったと思うんですけど、あのちょっとツヤっとした質感のね、セルベッコーが今素材としてなかなかこう入手が難しくなってるんですけど、こんな感じの質感をアクリルのピックガードで出せるというね、印刷で作ってるんでべっこうの色合いを割と変えれるんですよ。なんでこれもっと赤くしたりもっと黒くしたりっていうのもできる。続いてこちら、ジャズマスターベースになっております。可愛くね、めっちゃ。これねジャズマスターベースで言うと、去年の、横浜ミュージックスタイルの時に出展してたピンク色のジャズマスターベースがあるんですよ。それがうちで言う、まあ、第1号目のこの形のピックアップなんですけど、それを実際その及川さんに弾いてもらってすごい気に入ってもらって、もうちょっとカスタムして作ろうっていうのでオーダーいただいた一本になっております。でこれねちょっと混乱ポイントが一個あるんですけど、この見た目、この可愛らしいこの見た目を保つためにノブをね、このいわゆるストラトノブと言われるハットっぽい形のノブにしてるんですよ。でこれって上に文字書いてるやつってボリュームとトーンしか書いてるやつないんですよね。ということで2ボリューム2トーンに見えるんですけども、ボリューム、バランサー、トレブル、ベースもあるんです。はい、なんでまあこのトーンって書いてる2個がアクティブのコントロール、トリブルベースで、この2ボリュームね惑わされちゃダメですよ。1ボリューム1バランサーですからね。ただねこれ見た目多分これの方がかっこいいもんな、こう覚えちゃえば大丈夫なんで。で色合いなんですけど、もともとこれね緑色装丁のモデルだったんですよ。なんですけどオーダーいただいてから塗装を始めるまで、まあ、月日が1年ほど流れ、この黄色に、新たに生まれ変わりました。この黄色気づきます？こちらはねスピッツの田村さんのモデルと同じ黄色になっております。で田村さんのモデルはツヤのある仕様なんですけど、あえてマット仕上げにしております。あのサラサラの手触りので、マットにすることで可愛いはもちろん可愛いんですけど、なロックシーンでもバンドマンの方にも持っていただけるようなあのルックスになったんじゃないかなっていうので選んでいただいてます。でバインディングがね巻いてあります。白いピックガードはアクリルのマットグレーのピックガードになってます。これねちょっとねまだね出荷前なんで保護フィルムが貼ってあるんですけど、これ剥がれると可愛いよね。ピックアップはこれ斜めになってる、スプリットコイルですね、あのプレブみたいなピックアップが斜めに入ってるイメージでして、これカバーはジャズマスタータイプのピックアップのカバーの形で、ウッドで作ってます。でトップには、フレームのメープルを貼って、白く塗装してます。全体的に色のまとまりが可愛いよな、やっぱり、うん、3本とも個性あるけど、なんかそれぞれになんか好きな人がいそう。ベースハウス池袋店さん担当及川さんですね、行ってみていただけたらと思います。Thank you.
号コンセプトモデルリディル6カスタムとなっております。6弦のモデルになっております。綺麗綺麗。とりあえずマテリアルから、まずこれね、この綺麗なボディのトップ材、これ和材なんですけど、皆さん何だか分かりますか？これは分かんないんじゃないですか。初めてこちらボディのトップ材、花カエデという、花の木ですね。カエデ、ジャパニーズメイプルなんですけども、これね、絶滅危惧種、なんか第二分類みたいなランクのところにおって、今もう伐採ができない木になっております。伐採ができないとどうなるかっていうと、今もう製材されてるものしか世の中に展開していかない木材になってます。なんでめちゃくちゃ貴重な材です。でこれをね、ツイッターとかでも結構上げてたんですけど、なかなかの長さで買って、今割とあるうちの工房には。でそれの僕のちょっと綺麗に出てるところを選んでいただいて、トップ材に採用しております。割とね、深く木出てていいよね、うん、一番材はハードメイプルで、ネック材もハードメイプルで、ボディ材はアッシュになっております。ピックアップカバーと、ランプは、指板に合わせてメイプルを採用しております。まあ、今回のこだわりの一つとしてあったのが、まあ、この綺麗なトップ材っていうのと、グラデーションのこのカラーですね、マゼンダから美しいブルーに変わっていくような塗装っていうのでオーダーいただきました。ピンク、紫、青が順番に変わっていくような感じっていうので、そのいただいてたね、ピンク色のそのマゼンダのカラーが結構蛍光ピンクっぽいっていうか、で蛍光ピンクって普通のピンク色使ったとしても、あのなんかこうパーって明るい感じ出ないんで、実はこれピンク色吹いた後にこっち側だけ蛍光の塗料吹いてるんですって。だからめちゃくちゃ鮮やかなピンクが出てるっていう。これあのうちのアモン塗装なんですけど、めっちゃいいよな、うん、ネックの塗装にまず参考にされたのが、あのうちでね、あの指板まで全部真っ青なモデル、あれの動画見ていただいて、まあ、こんな感じの青い指板にしたいっていうので、今回ね青色に。ピックアップカバーとランプも、これはねこのネックのここと同じ感じのグラデーションを作ってほしいっていうので、これねちっちゃいポイントなんですけど、ドットポジションがねゴールドミラーが入ってるんですよ。金色なんですよ。パーツは全てゴールドパーツになっておりまして、ピックアップは弊社のエレックスのシングルピックアップが、2つ入ってます。とアクティブ仕様になってて、ボリュームバランサーで、ここがプッシュプルの、アクティブパッシブスイッチになってて、ここに4バンドですね、トレブル、ハイミッド、ローミッド、ベースの、4バンドが載ってます。でトップジャックになってて、後ろに電池ボックスが付いてるようなタイプになります。リディルはね標準で6弦があるモデルなんですよ。もちろんこのリディルの形を気に入っていただければの話なんですけど、6弦ベースで作りたいってなった時に、リディルだと設計費がかからずに作れるのでおすすめですね。6弦まであるのはリディルとデフィか、リディルとデフィは6弦まで、あります。リディル好きっすね。いいんすよね、多弦の時のリディルの。なんかそう、多弦の時のリディルいいよな、ずっしり感。そうそう、お尻がやっぱこの丸さちゃん、ちょっとマイナーな弦らしい。ちょっと弦をねモチーフに作られてるんで、まあ、ここの形やったりとかに、出てます。なんか武器っぽい感じにしたかったですね、うん。まあ楽器はそのバンドマンにとっての一個の自分を表現するこう武器っていうか、そのねものになるんでっていうので、でこれね指板を塗装したモデル、特にこういうグロスでね仕上げて、塗装したモデルってね、すごく大変なことが一つあって、これ今まであんま言ってきてなかったんですけど、うちの制作動画多分見ていただいてる方やったら知ってるかもしれないんですけど、まず指板にフレットを打って、でここピョってはみ出てるのをゴリゴリ組んで削って、ペーパー当てて平らにして、塗装しない場合、まあ、指板面ちゃんと全部こう、マスキングして塗装して剥がして、で最後に、ここの、丸いところの角を削ってっていう工程になるんですけど、色がのってるとどうなのかっていうと、フレット打った後に全くフレットの加工ができなくなるんですよ。削れないし、うん、じゃあそのフレット打ってから塗装したらいいやん。グラデーションができないんですよね。フレットだけマスキングするってことができないんで、うんうんうん、どうしたか、塗装した後に全ての加工を終わらしたフレットを打つんですよ。もう横の長さもちゃんと切って、バインディングしてる時みたいにタングがこっちの端まで出てこないように横ちょっと埋めてたりとかするんですけど、ということで指板面に色を塗るとちょっと金額が上がります。はい、ということで今回オーダーいただいたこちらのモデル、お値段がこちらになりました。6弦のモデル欲しいなって方や、リディル気になったよっていう方はぜひご相談いただけたらなと思います。バイバーイ。今日紹介するのはこちら、サゴコンセプトモデルデフィ5カスタムでございます。デフィといっても、こちらベーシストミナさんのモデル、デュラハンを元に作られたデフィ5でございます。ミナさんに使っていただいているデュラハンというモデルなんですけど、あれは、形としてはデフィと一緒なんですよ。でデフィは5弦と6弦しか一応ない仕様で、
かつスルーネックなんですけど、デラハンはボディの形はデフィと同じで4弦でボルトーンの仕様になっております。まあ、今回のオーナー様が皆さんのファンということで、デラハンみたいなモデルが欲しいけど5弦が欲しいっていうのでデフィからカスタムで、作らさせていただいております。マテリアルはボディがアルダーボディでネック指板が両方ともハードメイプルですね。4点止めのボルトーンタイプです。でデフィなので、角度付きのヘッドで1段落としがねここに入ってて裏と表でマッチングしております。やっぱこれ見た目可愛いな、うん、この裏のマッチングな。でピックアップのレイアウトもねデラハンに合わせて PJ タイプ、弊社の LX のカスタム PJ になっております。でコントロールもワンボリュームバランサートレブルベースアクティブパッシブの、スイッチトップジャックですねの仕様になっています。今回そのこだわりとしての一つは、まあ、皆さんと同じようなデラハンみたいなモデルが欲しいっていうのと、オリジナルティっていうことでラップ塗装そしてピックガードにこのアクリルのレーザーの柄をね用いてます。うち結構好きやねこの組み合わせ、レースっぽくてさ、このラップの柄がちょっと透けてるっていうのもいいかなと。ポジションマークが、メイプル指板の場合通常黒のドットを入れることが多いんですけど、それが黒蝶貝とか、まあそれ見えにくくなるからなんですけど、今回は白蝶貝が入ってます。なんで多分映像でパッと見ドットポジションなしに見えてるんじゃないかな。これもあえての選択で、あんまりこのドットポジションが目立ってほしくないけど、まあないのはないで引きにくいかなっていうので白蝶貝で入れてます。でサイドの方にはねこういうあのインレイが入ってるので、こっちはあの普通に見えます。デュラハン派生というか、やっぱこう皆さんの仕様からちょっと変更してみたいなオーダーってちょこちょこあるね、うん、形かわいいし、あのピックガードの形もねこっち側に大きくなってるのもすごいかわいいんで、で軽いんですよね、線が細い分ボディがね本当にちっちゃいんですよ。でここら辺が薄い、この角が細く長かったりするのもあって全体的に軽く仕上がってるので女性の方でも割と取り回ししてもらいやすいモデルなんじゃないかなと思います。ディフィはショートスケール、スケールがちょっとね標準の864よりも短いんですけど、このモデルはデュラハンに合わせて作ってるのでデュラハン同様864ロングスケールになっておりますという今回のモデル、サーゴコンセプトモデルディフィ5カスタムでした。バイバーイ。今日紹介するのはこちら、サーゴフルダーフルオーダーベース5弦となっております。何かわかるよな、もうわかる、こうやって持ったりねできるよっていう形ですね。こちら和楽器バンド町屋こと大村慎さんのキリンを元に作られたキリンベースとなっております。キリンの形でベースを作るのは今回初めてじゃないですかね。まあまずキリンって何ぞやって話なんですけど、まあ大村さんのオリジナルモデルで虎徹とかキリンとかいろいろある中の1個で、5フレット伸ばし、ギターだと5フレット伸ばしになっている、モデルとなっております。この今回オーダーいただいたオーナーさんも実はギターを普段ね演奏されてるんですよ。まあ、今回ベースも始めようということで、ベースオーダーいただきました。町屋さんがお好きで1本目はサゴで虎徹オーダーいただいたりとかしてたので、うん、大村さんのモデルがいいなっていうので、キリンだったらネックがねそもそも長いんでベースにしても違和感ないよねっていうので選んでいただきました。マテリアルなんですけど、まずボディがアルダーボディですね。ネックはサーモメイプルの3プライですね。指板材が、インディアンローですね。トップ材がマッカーサーエボニーとなっております。前回その作っていただいたコテツがマッカーサーエボニートップのアルダーの、まあ、ナチュラルのこんな感じの見た目のコテツなんですよ。なんかその兄弟機じゃないけどこう対になるような感じになればいいなっていうので、ピックアップは弊社の LXSS タイプですね。コントロールはボリュームバランサートレブルベースで、ここがアクティブパッシブのスイッチになってて、ここにあるミニスイッチはシリパラスイッチになっております。この2つをシリーズ配線パラレル配線に切り替えれるハムスイッチみたいな感じですねがついております。ピックガードはオリジナルシェイプで付けさせていただいております。でここねこのスロープみたいなのがついてるんですけど、この形もなんか見たことあるくないですか皆さん。アルディラっていうベースでここに銀色のアルミ削り出しで作られたスロープがあるんですけど、それの形でウッドで作ってほしいっていうのでパーツ乗ってるの。かわいい、指も置けるしランプみたいにもなるしスラップの時に邪魔しないしっていういい形になっております。ヘッドの形はあれですね、虎徹みたいな感じの形になっておりまして、5弦なんで1段落としの、後ろにマッチングしてるようなタイプになっております。ネックには5弦ベースなんでカーボンロッドが入っております。ネックをできるだけ反らないように強くしたいっていう風になると、やっぱカーボンロッドは、人工物でそれを補強してくれるものなのでおすすめなのと、ネックはプライすればするほどそういう反りに強くなるんですよ。だから3プライ5プライになるとどんどん剛性が上がっていく。まあこれ全部サーモで作ってるんですけど、間に違う材入れたらその分ちょっと特徴は平均化されていくっていうのはあるんですけど、剛性は上がっていきます。なので5弦ベース6弦ベースにするなら3プライ5プライの方がおすすめです。
今回パーツは全てブラックパーツで揃えております。いいね、シックにまとまって、うん、ピックガードもね、マットブラックなんですよ。これあのツヤのあるブラックじゃなくて、これがちょっと高級感出してるポイントかなと思いますね。かっこいい、かっこいいよな。これ普通の塩ビよ。へえ、塩ビのマットブラック。値段もそんなにあれですか。うん、安い。てかパールとかで作るより全然安い。今回のオーナー様のオーダーの1個に1本で全部賄えるベースがいいっていうのがあって、まあ、そのオーナー様自体ギターが普段メインで弾かれてる楽器なので、ベースはそんなにたくさんラインナップを揃えるというよりかはこの子があれば大丈夫っていう仕様にしたいっていうご要望でいただきました、うん。なんでまあ2バンドイクライザー入ってるし、音色も割と多いし、5弦だし24フレットだし、本当に1本あればどうとでもなる楽器に仕上がったんじゃないかなと思います、うん。最後、フローダー5弦ベースキリンカスタムでございました。今日紹介するのはこちら、最後クラシックスタイル J4 カスタムになっております。ネックがカーボンネックになっております。でーん、真っ黒真っ黒カーボンネックの色合いに合わせて今回は全部マットブラックで仕上げております、うん。かっこいいですね。だいぶ渋ない、うん。パーツからも全部ブラックになっておりまして、ペグもブリッジもビスも全部ブラックになっております、うん。でこのねピックガードなんですけど、ただの塩ビブラックじゃなくて、これ実はアノダイズドのブラックになっております。その他の、仕様に関してはアルダーボディ、ピックアップは弊社の SS タイプ LXSS ですね。で2ボリューム1トーンでトップジャックになっております、ブリッジは5トーン 203B で、カーボンネックの仕様なんですけど、これも今はこのカーボンネックこのモデルしかなくて、カーボンネックでオーダーいただくときは全部この形になるんですけど、ヘッドの形はオーブの形状なので、ペグは GB528 軽量ペグになっております。でスケールは 864mm 34インチスケールで、21フレットつば出し仕様で、シバンRが 7.25R の、C-Shape グリップになっております。後ろはね、うちで通常のネックと同じ塗装してるんで、あのサラサラした感じの手触りになっております。ちゃんとなってくれるカーボンで、スラップが割と気持ちいい印象がうちはありますね。こうカーボンのちょっとこう樹脂っぽさというか、こう硬さのあるところのピリッてした感じがスラップの時なんか結構効いてくるイメージがあって、矢野に冷たくないっていう。プラスアップチャージは今のところスタンダードなうちのモデルにプラス12万プラス税でネックつきます。まあ、単純にサゴの木でできたあのネックあるやん、あれより12万円高いっていうイメージですね。バイバーイ。ベーシスト黒柳よしおさんのモデルとなっております。ありがとうございます。まずなぜ黒柳さんからオーダーいただける流れになったかと言いますと、黒柳さんが書かれてるノートでなんかブログみたいなの書かれてるんですけど、まあ、それの一個でベースハウス池部池袋店さんですね、黒柳さんが訪れられて、その時にサゴの楽器をすごいたくさん興味を持っていただいたというか、聞いていただいてたっていうお話を、まあ、仲良くさせてもらってる池袋店さんの店員さんから聞きまして、なんと嬉しいっていうお話じゃないですか。でその後その SNS でノートの紹介と合わせて、まあ、サゴ弾いてきましたっていうので、そのサゴのねベースハウスさんに置いてる木の看板みたいなのがあるんですけど、それ持って写真撮ってくれてたんですよ、うん。コメント言ってね、ありがとうございますっていう。ほんならぜひちょっと一度サゴさんの楽器を使ってみたいと。で、まあ、そんなこんなのきっかけで工房に来てくださって、オーダーもしたいと言ってくれました。ありがとうございます。そんな流れがあったんです。そんな流れがあったんですよ。なのでベースハウス行けば池袋店さん、ありがとうございますということで仕様を紹介していきたいと思います。まずね、見た目から決まっていったんですけども、この形まあまあ見たことあるよなを、まあ、モチーフにご相談させてもらって弊社でシェイプを作らせてもらいました。これさ、ボディでかいな結構。これやっぱその黒柳さん結構背も高いし似合いそうやね。で全体的にピンクで統一したいというご要望もいただきました、うん。あの黒柳さんが普段ステージのソフィアの時に着られてる衣装って上下黒の格好に蛍光ピンクのこうラインが入ってる衣装なんですよ。で、まあ、それと
持った時にっていうのでピンク色、今も多分使われてるのはピンク色の楽器だったと思うんですけど、まあ、ピンク色がいいっていう風に、お伺いして、でその時に工房に来た時にピンク色やったらっていうのでピンクアイボリーおすすめさせてもらったんですよ、うん、このピンクアイボリー結構ピンクが強いピンクアイボリーがベース用であるのが珍しくてお選びいただきました。ボディトップは木が出てるやつがいいっていうお話で和材をおすすめさせてもらって土地のフィギュアドかな使用しております。これもまたいい土地なんですよ。こちらはボディも話題で欅になってます。欅ナチュラルもかっこよくね。この欅めっちゃかっこいい。ネックはこれ奈良ですかね。割と話題のオール話題に近しい仕様になっております。前と後ろのあギャップギャップすごいです。前これで後ろこれなんやあパネルが土地やでですね、皆さん気づきますか、これに一つ大きなテーマがあるの。そう、黒柳さんといえば猫ちゃんでございます。かわいくないこれ。猫ちゃんがね歩いてるんよ。うん、めっちゃ良くない。こうやって歩いて12フレットで1回止まったんやろな。12フレットで1回止まってまた歩くというね。でちゃんとポジションマークの位置357912のね位置にポジションマークが来ております。もう一個ここにも猫ちゃんがいるんよ。これうわーと思う苦戦してたこれを探すの社長が。デカ回しでかつデカ回しとちっちゃいのが同じデザインじゃないとあかんやん。しかもこれ多分ダミーですわ。その他のレイアウトとしてはジャズベースタイプライクな仕様になっておりまして、ブリッジは5等の 404B 用、ピックアップは弊社の LXJB4 でペグが5等の JB528 なので、仕様は実は意外とシンプルなんですけどもね。この見た目ステージバイエグソーみたいね。黒柳さんが持ったらどんな感じになるのか。サウンドに関してはねもう黒柳さんを皆さん聞いてくださいみんなでソフィアを聞きましょうということで今日紹介するのはこちら、サゴークラシックスタイル P5 カスタムになっております。うち実はね P ねあんまたくさんないよね。 J4J5 の方が多いんですけど、ボディシェイプは P なんですけど、ピックアップは JJ タイプはシングルコイルになっております。ポールピースがね大きいタイプのラージポールピースのピックアップをカスタムで、制作させていただきました。仕様からまず言う方かな、まあ、5弦ベースの仕様で、コントロールはボリュームボリュームトーンですね、2ボリューム1トーンジャズベースライクな仕様になっておりまして、こっちのフロント側のボリュームが、プッシュプルスイッチになっておりまして、これがシリーズパラレルの切り替えスイッチになっております。なのでこれ上げるとここがね、シリーズ配線かな、ハムスイッチみたいな感じのものがここについております。これねアクティブじゃなくてパッシブベースなんですけど、パッシブの時にこのシリパラースイッチつけるのは割といいんじゃないかなと思ってますね。圧力のあるというか前に出たサウンドになるので、パワフルさもこのワンタッチで出るし音色も増えるしっていうのでおすすめでございます。ブリッジはヒップショットのキックアスブリッジになっております。キックアスちょっとでかいよな。ペグは弊社の5弦ベースのスタンダード仕様なんですけど、軽量ペグの5等の GB528 を搭載しておりますとね。仕様自体はシンプルなんですけども、気になるよねこのトップ材何か。これ見てわかる人おるかな。ピスタチオの木材でございます。ピスタチオってあれです、あの殻にねちょっと半分開いたみたいな殻に入っててこうバキッて割って中食べるあのピスタチオの木なんですよ。でこれね着色してないんですよ。ここピンクでこっち緑っぽくてっていう色分けになってると思うんですけど、そういう色を塗ったわけじゃなくてこういう木材なんですよね。色が切り替わってるのが多分なんかこう継ぎ木っていうか、あの枝をこうちょっと木傷つけて枝刺してそっから幹をまた増やすみたいなあるじゃないですか、ああいうのでできたんじゃないかなと推測してます。推測です、嘘かもしれません。まあそういったねその行為自体は人工的ですけど、木の出方というかこういうねこうちょっと入り混じった感じとかは自然の力でできてるものなので、木材本来の色で見せるデザインってやっぱかっこいいよなって思いますね。でこれ本来ね左右対称になるんですけど、これこっち緑こっち緑こっちピンクこっちピンクってこうテレコになってると思うんですよ。これはあえてその片方の材を反対側にして貼って風車みたいにした方がかっこいいんじゃないかっていうのを社長が激推ししてるんですよ。そうで今社長が言ってた交互にせえへんのってやつなんですけど、交互にするんですよ。あ、そうするよ。こうね風車みたいにしたらどうっていう、でそれを見ていただいて、まあ、これも風車でやろうということで成功じゃね風車、うん、もっとなんか木材の状態はねビビットまでいかないですけど、割となんかちょっとこう毒々しい感じの色合いやったんですけど、完成してみると落ち着いた。でその他の木材なんですけど、後ろはね非常にシンプルでした。アルダーボディにライトサムメープルネックになっております。シバンなんですよ。シバンがねこれ分かります、バーズアイメープルでございます。結構
結構出てるよこのバーズアイメイプル。5弦のベースでバーズアイでこんだけ全体に出てるのって最近もうなかなか珍しくなってきてると思いますよ。まあ今回のオーダーね、仕様自体はまあ聞いていただいたようにシンプルではあるんですけども、シンプルやけど絶対なくない。で P5 の形でピックアップは JJ のまあ大きいラージポールピース使って、シリパラスイッチつけてキックアスついてて、でこういうトップ材が張ってるっていう、そのめちゃくちゃ特殊なことはしてないけど、世の中にようよう考えてみたら売ってないよなっていうオーダーができるのもオーダーメイドの最大の魅力かなと思いますので、全然このこんな機使ってみたいとか、ジャズマスター好きやけどやっぱりシングルピックアップが好きとかでこう組み合わせてみるみたいなも多いので、ぜひぜひご検討いただけたらなと思います。バイバイ。ロックバンドノーベルブライトのギタリスト沖宗次郎さんの新しいモデル制作させていただきました。ありがとうございます。沖さんは今オリジナルモデル、こちらシンダというねモデルですね、24フレット仕様のジャズマスターライクなボディシェイプを、沖さんオリジナルで制作させていただいておりまして、1本目は四季で、百式、風神、雷神で、こちら5本目になります、龍神でございます。かっこよくない？めちゃくちゃかっこいいですよまず仕様の紹介をしていきたいと思います、今回こちらオール和材ボディバッグはですね、先端、ジャパニーズマホガニと呼ばれる先端という木材で、ネック材が奈良ネックで、指板材に、黒柿を採用しております。ヘッドトップの方もね黒柿で、あ、これかっこいいですよね。ここかっこいいやろ、木もあるし、ネックもね黒柿、かっこいい黒柿ですよ。で裏パネルが黒柿でマッチングしてます。シンダの、ね、特徴である24フレット仕様でハイフレットまで弾きやすくなるように、ボディバッグの、ね、ここのところ丸の加工をしてあって、シンダはそれぞれのモデルで、まあ、その用途に合わせてピックアップ配列が割と変わってて、今回はシングルシングルハムバッカーの配列でオーダーいただきました、ピックアップは全て弊社のオリジナルのピックアップになってます。ワンボリューム、ワントーンの 5A スイッチで、ここね、トレモロが乗ってるんですけど、後ろにね、リセスちょっと一段落とし込んであって、これも沖さんからのご要望で、アームアップもできるようになっております。というのが、今回の龍神の基本的な仕様となっております。でですよ。この龍神を作るきっかけになったのが、このね、前作になる風神雷神がいるんですよ。その沖くんがそもそもロックスターになりたいと思ったきっかけである稲妻ロックフェスに出るときに、あれメインステージが風神ステージと雷神ステージなんですよね。でそこに持っていきたいっていう理由で、あの風神雷神のギターを作っていただいたんですよ。まあちょっと残念ながらね、その年の出演は決まってたんですけど、まあちょっと天候の関係で出演ができず、ただ今年もね、ノーベルブライトさんの出演が決まっておりまして、まあそれに際して、もう一個ね、サブステージであるのが龍神ステージっていうのがあるんですよ。で、それに合わせて龍神を作りたいというふうに言っていただきまして、こちら決まりました。ありがとうございます、だから風神雷神龍神と全てオール和材でできておりまして、作品は全て内山春夫先生の造画になっております。今回この龍神に関しては、実際に沖くんと一緒に内山春夫先生のもとに行って打ち合わせをして、こんなボディの形に龍を描きたいっていうオーダーをして作ってもらいました。風神雷神に比べるとね、トップが厚いです。この1枚で完成させるっていう一部造画っていうものになります。なんでね、どういう形でどこにパーツが乗るかっていうのを事前に図面でお渡しして、その上で龍を描いていただいてるんですよね、なんでこのバッチシハマってるっていうか、専用設計なんでよりこうハマってる感があるというか、うん、見せる、見てくれ見てくれ、おお、いいやん、目が光っとるんですね。そう、この目はね、金が入ってます、うん、すごくない？で、ここにね、貝が入ってて、龍ってね、この丸を、玉を守ってるんやって。そうなん、そう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 、だから玉を持ってるらしい。で、このね、鱗のね、これ一個一個木のパーツなんよ。やばい、髭か、うん、全部木のパーツやね。ちょっと黒くなってこう立体感出てると思うんですけど、塗ってるんじゃなくてちょっと焼いてるんですよね。さっき聞いててびっくりするんやけど、まあ、うちら木工するやん、はい、ギター作りの中の木工ってこういう形成はもちろん刃物でもカンナとかでもいきますしやるんですけど、やっぱ最終的にはペーパー仕上げというか研磨するんですよね。で形を整えていくんですけど、これね全部ね糸の子でこう切ってるの。で糸の子で切って、その面をペーパー当てたりとかせずに切ったまんまこのぴったりのサイズにはめていくんや。これがどれくらい難しいことか伝わりますか？すごいと思う。やばい、できる？そんなできないですこうやってスンってはまんねって
っていう、まあ、すごさね、はい、まずその技術的なすごさがあるのはもちろんですけど、これね稲妻がね走ってるんですよ。バーンと走ってるやん、うん、まあ稲妻ロックフェスって聞いてたら稲妻、おーなるほどだからかと思うやん、うん、多分一発目そうやと思うんやと思うんだけど、うん、これねそうちゃんから言ったんじゃなくて先生から言われてる、うちらの先生から言いに行った時にまず1個目すごいなと思ったポイントが、まあ、龍がいいっていうのはあの伝えてて、で和風っぽい龍がいいっていうのは言ってて、逆に言うとそれしか言ってなかったよね。で行ったら、まあ、なんかこんな感じの竜どうかなと思っててつってこうなんかプリントアウトしたその竜の絵の写真を出してくれたんやけど、その絵そうちゃんがこんなんがいいって思って検索して見つけてた絵と一緒やってみて、すごくない？まずそこでそうちゃんとのリンクが半端ないわけよ。こんな感じの竜をイメージしてこれをここに描きたいと思うねってラフ画を描いてくれてて、その時すでにね、でそこに竜を置くだけやとこれ楽器やのに絵に音がないから稲妻を走らせたいっていう風におっしゃってて、絵には音ないやん、うん、音ないのに先生はこの絵には音がないからあの稲妻を走らせたいんやけどどう思うって言われて、うん、3人ともはいちょっと持たせて重いよね。あこれだとさ、うん、音がないんだよね、はいはい、だからこれに稲妻を入れようと思って、で黒柿でモヤモヤっとした黒柿があって、はい、そこに黄色い稲妻がパッとこう、あ めちゃくちゃいいですねそれ。稲妻ロックフェスやろ、はい、めちゃくちゃかっこよくない、うん、先生パンパン、先生かっこいいよ、なんて粋なことをするんやと思いません？もうその先生自体もね絵描くだけじゃなくてなんでこの絵なのか細かいところまでもう全部意味も全部調べて龍に対して詳しくなった上でこういうのを考えてくださるわけよ。それこそ龍はこの玉を守ってるんだとか、うん、爪の数も違うらしいね、3つの爪の龍もいれば4つの爪の龍もいるし5つの爪の龍もいるみたいな、へっていうね素晴らしい作品に仕上がっております。見たいですね、これを稲妻のステージで抱えているそうちゃん、うん、あと技を何個か使ってきてちょっと気づいたことなんですけど、全体的にやっぱちょっと角の取れたマイルドな音になるっていうのがあって、新品の楽器ってやっぱり新品の楽器の音ってするんですよ、うん、ちょっとまだ硬いというか馴染んでないちゃんと揺らされてない感じがあの残るんですけど、それが悪いんじゃなくてそれをまあどんどん弾いて鳴らしていったりとか、新品には新品の良さがあるんですけど、逆に言うとちょっと角が最初から取れてる感じなので、そのいきなりの新品っぽさっていうのが全部和材で作るとちょっと少ないんですよね。それをそのソウちゃんすごい気に入ってくれて、初めて風神ライジングできた時もあのいきなりステージで使えるって、本当にねいきなり使ってくれたんですよ。ステージでいきなり使うってなかなかやばくて、音の作り込みももちろんやし、その会場に合うようなそのこの楽器はこの曲でこういうセッティングで使うみたいなのを全部ちゃんと決めるんですよ。なのでできたばっかりの楽器って音もどんどん変わっていくし、そのセッティングで組み込まれてないんで基本的には使えないんですよね。まあ完成してから、まあ、しばらく数ヶ月経ってから使われることが多いんですけど、風神雷神はね結構早かったですねっていうね、まあ、特徴もありますので、和材今ね、まあ、押してるっていうのもありますし、たくさん在庫も種類もね取り揃えてるので、ぜひ和材モデルね普通にねナチュラルでもかっこいいよ。だってこれが思っててもかっこいいと思う、うん、和材のモデル気になるって方はあの最後まで言っていただけたらと思います、はいはい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。あのコンパクトで言うて、それがええわってなりそうです。これはもう私が木造眼で鳥の絵を描きたくって鳥の彫刻を始めただけで、あ、そうね、こっち向いたらこっち向いてる、こっち向いたらこっち向いてるっていうような目を入れなきゃダメだ。